はいどうも、ビバです。当チャンネルで散々こすり続けているガラスパイプ問題。ガラスパイプっていうのは主に外部フィルターにつなぐ給排水パイプ、通常プラスチックのものなんですけど、ガラスパイプは見ての通り透明なので水景をとても美しく彩ることができます。いや、彩るとは言わないのかな。こういう場合水槽をとても綺麗に見せてくれます。ただガラスパイプは苔がつくととっても目立ちます。ガラスパイプを使うことはこの苔との戦いでもあります。このガラスパイプの内側についた苔はいろんな方法で落とすことができます。例えばガラスパイプをハイターとかに漬け込んで、あとは水流を流して落とす。頑固な汚れな場合はハイタープラスパイプ用のブラシを使う必要があるんですけど、そのパイプ用のブラシについても当チャンネルではいろんなブラシを試してきました。アマゾンで安いパイプブラシを買ってきて改造してみたり、お掃除用のブラシを試してみたり、アクアリウム用品のパイプブラシを試してみたり、いろいろやった結果、最終的にたどり着いたのは ADA のスプリングウォッシャーです。これは本当にガラスパイプ掃除に対してめちゃめちゃ効果が高かったです。実物がこれなんですけど、ブラシ部分がとてもちっちゃくて、しかもとってもフレキシブルに動きます。ガラスパイプって結構中は細くてグネグネしているので、こういったタイプのブラシじゃないと奥まで届かないんですよね。しかも先端の針金が切りっぱなしじゃなくてちゃんと丸められています。これも大事なポイントで、先端の針金部分がガラスパイプに当たってもガラスパイプを傷つけない。これ地味に大事なポイントですね。唯一このブラシの欠点は先端にブラシがないこと。このブラシの先端に縦方向に毛が生えていたら、この先端部分の汚れも落とすことができました。これは唯一残念なポイントなんですけど、ADA の姉妹ブランドのドゥーアからは縦にも毛がついたブラシが販売されているそうです。完璧を求めたいならそっちを選ぶのもいいかもしれないんですけど、ドゥーアの商品販売してるお店がこれまた少ないんですよね。ちょっと話それちゃったんですけど、今回の動画はこういったガラスパイプのお掃除動画出した時に、動画を見た方からいろいろとおすすめの商品を教えていただくことがあります。そういったコメントの中でも何名かの方からこの商品いいよと教えていただいたものがあります。それがこちら、激落ちくん。この顔よくお店で見ますね。これはレックさんから出てる洗面台用の激落ちくんブラシですね。洗面台の排水管を掃除するお掃除用品なんですけど、商品名 GN 排水管ロングブラシ3本入り。これ見ての通り先端にブラシがついていて、持ち手がここまである。この商品がガラスパイプの掃除におすすめですよと何名かの方からコメントいただいてたので、今回はこれを試してみたいと思います。それでは早速やっていきましょう。前置き長い、早速ではない、やっていきましょう。こちらのレック GN 排水管ロングブラシ3本入り、 Amazon で311円。こちら特徴を細かく見ていきたいんですが、まず先端にはブラシがついています。本来髪の毛を絡め取る用のブラシなので、結構しっかりとしたブラシですね。スプリングウォッシャーと比べると激落ちくんの方がだいぶ硬いです。これなら硬い苔も取ってくれそうですね。そして先端部分、なんかプラスチックのようなものが溶かしつけてあって、切りっぱなしの針金を保護しています。これならガラスパイプの内側にぶつかってもガラスが傷つかないですね。そして柄の部分はプラスチック製です。この青い部分は長さが46センチ。硬さはというと結構硬いんですよね。これパイプに入るんだろうか。ちょっと思いっきり曲げると折れちゃいそうなんですけど、どこまで曲がるのかな。よー、あ、結構曲がりますね。当然癖はついちゃうんですけど、あー、180度折り曲げても折れはしないですね。ただ結構硬いです。そしてヘッド部分のサイズなんですけど、このヘッドの硬い針金部分、当然この柄の中にも刺さってると思うんですけど、これが結構長い気がするんだよな。おそらくこのぐらいは針金部分がありそうで、ここが長いとガラスパイプのカーブに入らないんですよ。これちょっと不安点。ただ針金部分は、まあ、指で曲げれば曲がるけど、当然曲がったきりになっちゃいますね。このあたりはちょっとやってみないと分かんないかな。それと先端部分に向かうに従って毛は短くなっていきます。先端部分には毛がないので、どうしてもガラスパイプの行き止まり部分は掃除ができないことがわかります。このレックのブラシについてはこんな感じですね。実際に使ってみましょう。
前回の ADA スプリングウォッシャー動画では尺を取りすぎたので、今回はサクッといきます。今回も使用するガラスパイプは大きい水槽用給排水パイプ2本と小さい水槽用の給排水パイプ2本、パイプ径はすべて 13mm なので12-16mm ホース対応のガラスパイプです。ではまずこちらからやっていきます。今回全然汚れてないので汚れが見えないんですけど、このレックのブラシが通るかどうかを検証していきます。お、カーブ部分はちょっと力いりますけど通りますね。あ、完璧完璧。あ、これは完璧に通りましたね。見てわかる通りガラスパイプのカーブもしっかりと通過しています。持ち手も46センチと長いのでもう十分余ってますね。画面に入らないぐらい余ってますね。おそらくブラシも硬いのでしっかりと苔を落としてくれると思います。どうしても柄が細くてプラスチック製、これ回転させたりはできないですね。無理やりやればできるでしょうけど、ブラシはこう行ったり来たりさせて苔を落とすしかなさそうです。まあそれでも十分ブラシが通ってくれてるので、このガラスパイプについては問題なく掃除できますね。続いて大きいサイズの給水パイプ、これはカーブを通過できるかどうか、そして先端まで届くかどうか。あ、これも結構硬いですけどしっかりと取りました。あ、でもちょっと待って、持ち手部分が、あ、これはいけませんね。今持ち手が1センチぐらいしか残ってないんですけど、ブラシは先端まで届いていません。ブラシの形状的に先端の汚れは落とせないことは分かってるんですけど、そもそもブラシが先端まで届かないという状態です。これはちょっと残念かな。先端までしっかり落とさなくてもいいやっていう方なら許容範囲かと思います。カーブの部分は硬いですけど問題なく通りますね。さあ、大きいガラス2本やって若干雲行きが怪しくなってきた。続いて小さいガラスパイプ、こちらはこのカーブが急なのと連続したカーブがあるのがポイントです。うちで使っている小型のガラスパイプは Amazon で買ったモニーというところのパイプです。ガラス製品なので個体差はあるにせよ、おそらく中華製のものなのであまり精度は高くないかもしれない。直線部分は問題なく入って、カーブ部分、あ、通った、通りました。そして S 字、ちょっと待って、怖いな。手の中でガラス割れたら最悪なので S 字は通らないですね。残念ながら先端はここで使えていて、ブラシ部分はここで止まっています。どうしてもこの S 字部分は通らないですね。ガラスパイプの個体差でおそらく内径のサイズの歪みだったり、カーブのきつさが違ったり、いろいろ要因はあるとは思うんですけど、排水パイプについては逆側からもブラシをさせるので、こちらから差し込んで掃除をします。これもここまでしかいかないんですけど、汚れ自体はちゃんと取れますね。ブラシが硬いのとブラシの幅が広いので苔を落とす能力は高そうです。さあ、そしてラスト、小型パイプの給水パイプ、さあ通るかな。まあこのカーブ自体は先ほどのパイプと同じ形状です。ここは通るでしょう。そしてここか、ここきついな。あ、通った、かなりきついですけど通りました。で、小型パイプなので当然全長が短いので持ち手部分はしっかり残っていて、先端までブラシは届いています。ただしブラシヘッドの形状から分かる通り、先端の汚れは落とすことができません。あと回転もさせられないので、この先端部分の汚れがちょっと落としづらいですね。これはちょっときついかも。大きい方のガラスパイプと同様に若干掃除はしづらいかなという印象です。あ、でもブラシ通ったところはしっかりと綺麗になってますね。はい、使用後のブラシはこんな感じ。4本掃除したんですけど、見事に柄の部分はカーブしてしまって、ブラシヘッドもカーブに沿って曲がってしまっています。一応このブラシは使い捨てという商品なので耐久性にはそこまで期待はしてないんですけど、ガラスパイプの汚れはある程度しっかりと落とすことができました。はい、というわけで今回はガラスパイプの掃除用にレックさんの洗面台用ブラシ GN 排水管ロングブラシを試してみた動画でした。結果としてはある程度苔を落とすことはできるんですけど、
さすがにこういった細かい連続カーブはブラシが通らなかったのと、一般的な給水パイプの長さにはちょっとブラシが足りなかったっていうのが残念ポイントでした。ただこちらのパイプについてはカーブちゃんと通りますよというコメントもあったので、これはガラスパイプの個体差によって通る通らないがあるかもしれないです。レックさんのブラシは3本セットで Amazon で311円、1本100円ぐらいの単価なので、試しで買ってみるのは全然ありだと思います。使えなかったら本来の洗面台用のブラシとして使えますし、何事も実際使ってみて自分家のガラスパイプだとうまくできたとか、そういったことも全然あり得ると思います。いずれにせよこういったガラスパイプ使うときは絶対に汚れるので、ハイターを使ったりこういったブラシを使う必要が出てきます。そういったときにはまずお試しでこちらを使ってみるっていうのは全然ありだと思います。満足できなかったら ADA のスプリングウォッシャーを使うとか、選択肢はいろいろあるので自分に合った方法でやっていくのがベストだと思います。今回はおすすめいただいたコメント通りにはならなかったんですけど、もしまた何かいいものがあればコメントとかで教えてもらえると嬉しいです。あと試してないのはヤマハから出てる管楽器用のブラシ、パッと見た感じできないような気がするんだよな。先端にブラシはついてるんですけど、この柄の部分が多分硬い気がするんだよな。実物見てないから分かんないけど、ちょっとお値段が高いので試すのはためらっています。もしヤマハの管楽器用のクリーナー、下にちょっと商品リンク貼っておきますけど、それを実際にこの小型のガラスパイプの掃除に使っていて、ちゃんと先端の苔汚れ落ちるよとか、このガラスパイプのコーナー通るよっていう実績のある方いたら教えていただけると嬉しいです。そこを買って試すのがお前の役目じゃないかと言われそうなんですけど、ちょっとね高いからねためらっちゃいますね。というわけで今回の動画は以上です。もし何かのお役に立てば幸いです。今後皆さんからのこういったおすすめ商品とかのレビューもしていきますので、もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。